どうも、うずです。今日のちょっとお話はこれだね。これスーパーマリオブラザーズ、というのも iOS 向けのスーパーマリオが、12月15日配信決定ということで、ようやく配信日の方が決定されましたね。で、ゲーム自体は無料でダウンロードできて、3つのゲームモードの一部が遊べるそうなんですけど、1200円の料金を払うことによって全てのゲームモードが自由に遊べるっていう、そういう仕様になるそうです。で、それ以外に追加の課金などは必要ないっていうふうに今のところ言われているそうです。ただゲームの方をちょっと画面見たんですけど、なんかね、昔あったソニックってわかります？ソニック・ザ・ヘッジホッグだっけ、あれと同じような感じですね。マリオ自体がこう自動でもうずっと前進し続けてくれて、タップするごとにジャンプをちょっと調節して遊ぶっていうゲームになってるみたいです。3つのプレイモードがあると言っているので、実際にはね、もうちょっとなんかこういろいろ工夫があると思うんですけど、マリオですから。で、ただスマホの方もこう縦画面で遊べるような仕組みになってるので、スマホを使うゲームとしてはすごく遊びやすいんかなと思います。まあ、基本的にコンセプトが片手で遊ぶマリオって書いてありますからね、もう気軽にどこでもプレイできるような、そういうゲームになってるみたいです。まあ、今年の年末で言うとポケモン、新しいサンとムーンでしたっけ、あれが発売される、もうすぐ発売される。で、年末はマリオ、まあ、マリオもね、間違いなくダウンロード数かなりの数がいくゲームアプリになると思いますので、この動画を上げてる時点ではまだ1ヶ月ほど先になるんですが、1ヶ月後、どのような状態になってるのか、まあ、逆に楽しみであるアプリでございます。本日の動画はちょっと中身があんまりある動画ではないんですが、まあ、このあと、結構一旦ね、話題がボンと上がるスーパーマリオ iOS 版の、話をちょっといち早くさせていただきたかっただけの動画になります。まあ、今ね、画面の後ろの方だとこのクラシックミニのファミコンで、スーパーマリオブラザーズ映していますが、まあ、すごいよね、スーパーマリオブラザーズ、30年以上前のゲームソフトですけれども、今でも十分楽しく遊べるすごい長寿なゲームだと思いますので、 iOS 版非常に楽しみですね。私の動画はこんな感じで、ゆるくいろんな話をさせていただいているチャンネルになりますので、もしちょっとでも興味持っていただける方がいたら、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。